こんにちは。こんにちは。今日は茶碗蒸し。この前似たようなのやりましたけど、まあでもあれ切れるのかな。まあじゃあ別茶碗蒸しです。茶碗蒸しをやります。普通のノーマルな茶碗蒸しをちょっと一本決めとこうかなと思います。はい。はい、じゃあ茶碗蒸しの材料の紹介です。いきますよ。まずこの大きいの、だしです。だしですね。またちゃんと取ってくださいね。顆粒とか使わないでちゃんと取りましょう。はい、今日はかつおだしです。はい、すると卵ですね。もうこれだけでいわゆる卵豆腐ができます。で、中に具材をちょっと入れたら、まあ、いわゆる茶碗蒸しですね。鶏肉、今日は、胸肉です。胸肉ね。で、皮ちょっと外してます。ちょっと品よくいきましょう。で、これ戻した椎茸、はい、1個もあれば十分かな。これで、まあ、2個ぐらい多分取れます。2人前ってことね。で、何でもいいんだけど、これ今日はゆり根ですね。ゆり根の端っこ、ちょっとゴロゴロってしたやつ。これは何でもいいですよ。かまぼこでも、何でもいいです。好きなものを入れてください。ちょっと火が入りやすい方がいいですよ、これ、ね。で、飾りに三つ葉で、ちょっと銀杏もまだ出てるんで、銀杏も入れていこうかなと思います。もう本当にちょっとオーソドックスな感じですね。はい、じゃあこれで、茶碗蒸していきます。よろしく。椎茸切っていきます。ちょっと軽く絞ってやってくださいね。はい、まあスライスでしょうね。茶碗蒸しといえば、じゃあスライスいきましょう。よし、こんだけあれば十分です。で、あと鶏肉ね。鶏肉も、切ってみましょう。鶏肉はどうだろうな。あんまり大きいと火が通りにくいから、これぐらいで、いいですかね。結構あるね。こんなもん1人前切ったもんだろうな。そしたら分量は後で概要欄見といてください。ちょっと今すごい適当にやってるけど、こんな感じで十分だな。これ2人前でこんなもんで十分だと思いますよ。で、あと今日使うのはゆり根ですね。ゆり根もこれぐらいの大きさだったら全然大丈夫です。これぐらいのね。ここ大きいやつはちょっとカットしてみましょうね。よし、これで1人前ぐらいでしょうか。じゃあこれ2人前って感じかな。それで十分か。はい、これでいきましょう。あとは、銀杏だけど、銀杏は後で火を入れて青くしておきましょうね。はい、じゃあ卵液いきましょう。卵、卵をですね、1個、卵1個に対して、だしが、1合ね。大体これも相場でいくとそんなもん。よし、はい、卵で、だしを1合、卵ちょっと割り込みしようかね。白身をよく切る感じでやってください。あとでちょっとザルに軽く落としますけどね。はい、1合、これは1カップ、はい、大体 180cc ぐらいですね。これを入れていきます。ほい、これを混ぜます。はい、じゃあちょっとザルでこしますね。はい、ザルでこしましょう。いきますよ。ザルでこします。
ちょっとこせない分はこう押し込んじゃって、ザルの向こうに押し上げましょう。はい、こんなもんですね。はい、これで、ザルごしできました。でちょっとこれに味をつけていきます。味付けはね、醤油とみりん。醤油はあんまりこう色つけたくないから、ちょっと薄口を使いますね。薄口これぐらい、もうどれぐらいだろう、もう小さじ1ないぐらいですね。で同じぐらいのみりんを入れて、でそれをよーく、見回して、こんなんで十分ですね。はい、じゃあ、さっきのこれで卵液が終わりで、この材料ですね、この材料を、軽く下味をつけときます。鶏肉ね、椎茸、これゆり根はいいかな。これに、もうちょっとだけ塩とか醤油とかちょっと入れといて、こう軽く揉んでください。これだけちょっとね、下味をつけてみましょう。はい、これで OK です。で、牛乳をこんな感じ入れて、はい、じゃあね、これいきますね。器はこれにしました。茶碗蒸しだけに茶碗、はい、これに、銀杏ね、ちょっと火を通してちょっとサクッと揚げてきました。揚げたやつをコロンと入れて、でさっき下味つけたやつね、これを、分けていきますね。喧嘩にならないように半分ずついきましょう。ちょっとこれを上げたら、これがこうか、指でもこんな感じ。はい、ちょっとばらけた感じで卵液がちゃんとこう順当に回るように配置しましょう。はい、それでさっきのこれいきますよ。ざるでこして、ちょっとみりんと醤油で味付けたやつですね、これを入れていきます。なるべくこの泡立たないように、中にこう酢が入る原因になりますから、ね、回って、うん、はい、これ卵1個とだしが1合です、ね、結構こう取れると思いませんか、ね、これ2人前たっぷりする、ね、はい、はい、いつもの蒸し器ですよ。じゃあ入れますね。入れましょう。よいしょ。はい、こんな感じで入れてますよ。蓋をします。あ、あとあれだ、リードだ。ちょっとキッチンペーパーを上にかけましょう。これね、水滴防止です。これは水滴防止。はい、これで蓋をします。よいしょ。はい、でこれで蒸し上がるのをちょっと待ちましょう。出来上がったと思います。強火で、1、2分、もう本当は3分という説もあるんだけど、2分ぐらいでした、今回。で、弱火で、8分。だけど、串を通してみて、ちょっとまだかなと思ったら、まあ、あと1、2分ぐらい、様子見で。器次第なんですけどね。ちょっと、うちの場合はここで大体8分ちょっとぐらい。どうですか？じゃーん。
いい感じじゃないですか。ちょっとこっちが入ってる感じですけどね。この状態で、飾りの三つ葉をですね、これはうまそうです。絶対うまいでしょうか。これね。お金取れますよ、これ。いくらぐらい ?680 円もうもっといくという。ちょっと器をこう蓋して。このセイロごと持っていくとちょっとね、いいかもしれないね。うん、だから一応、輸送行きなんで、ちょっと国に行きましょうか。どうでしょう、あ、ちょっと、この状態で開けてみようか。いきますよ。ドゥドゥドゥン、プルンプルン、ブンブン、YouTube っていう感じですかね。はい、ジャムシ、食べます。ジャン、はい、来ますよ、これプルンプルンです。さあ、プルンプルンです、うん、あ、いい感じです。こう、わかるかな、こう、いい感じです。これでだから8分ちょっとでもしっかりこう、ね、なんていう の、 火が通ってるので、これで卵1個でこう この大きさですよ。この大きさの茶碗蒸しで2個できるから、結構なんていうか安上がりですよね。コスパかなりいいです。で、超美味しいです。これもすぐできるし簡単なので、皆さんも茶碗蒸し自分で作ってみましょう。はい。